テンテレレレレレレ。俺のデッキはあれだよ。名前、デッキの名前、獣フレンズっていう名前にしたから俺。俺のデッキの名前は、カジキリョウタだよ。行くぜ。もうね、あれしか入れてない。獣しか入れてない、このデッキ。俺はね、ドラゴンのサポートカード以外はもうね、全部水系。水系魚しかいない、俺は。さあ、ちょっともうちょっとね、で結構このデッキね強いんじゃないかって、あのほんと獣早速獣出てきた。もうフレンズしか入れてないんだけど。ちょっとまだねここはね出てこない。フレンズしか入れてないんだけどね。ああ、そういうのも入れてると。こういうのも入れてる。あ、来た来た、獣フレンズ。獣フレンズ代表来た。とりあえずこれで足と。ああね、あ、これじゃないよ。まだね、もうね、知ってた？ビショップって地味に耳が生えてる人間たくさんいるよ、頭に。あの、まだ許して、まだ許して、時間、そういう時間じゃないから。あ、まだね、まだ許して、まだね、まだそういう時間じゃないから。なんかいつものドラゴンみたいな感じになってるけど、まだ許して、こっからすごいから。どんどん来た。どんどんフレンズ来た。フレンズ、ほらほら、フレンズ来たよ。あれ、ほらこいつ耳生えてんじゃん。耳生えてるこいつ。あー、で次進化されちゃうから、ちょっと消しとくわ、そこはね。なるほどね。いや、もうこっからです。ほら、スキンも獣フレンズにしたんだよ。こっからです、行け。こっから俺の見せ所だから。あ、出た、オルカちゃん。進化した方がいいよな、これで決める。あー、進化するとこんな感じなんだ。初めて進化させた。あ、やられた、フレンズが。みんなのフレンズが、俺一回も獣フレンズとか見たことないけど、みんなのフレンズがやられた。これ見て、もうドラゴンじゃ見ない展開力だよ、ね、横に並べるという。いけ、フレンズ。な、これライオン、ライオンでしょこいつ。本当だ、黄金の槍。いけ、フレンズ。あ、意外と獣多いんだね。意外と獣多いよ。でしょうね。あ、強っ。あ、どうすんのそんな。いや、でも本当にこれ、本当に獣フレンズしか入れてない、このデッキ。本当に。ちなみにこいつも水です。何、あー、そいつも水だね。そろそろあれでしょ、フィッシャーマンとか来るんでしょ。フィッシャーマン来てほしいよ。そろそろフィッシャーマン来るんでしょ。大会とかてか、希望としてはさ、うん、リバイアさんとかをさ、なんかもっと強いフォロワーにしてほしかったよね。リバイアさんね、うん、確かにそれはあるわ。あー、ちょっとここ悩むな。やべ、カウントダウンが。ここ悩むけど、これが強い、これが強いかね、フレンズ。え、待って。ほら、フレンズだよこれも。久々に見たそれ。久々でしょこれ。久々に見た。でもさ、出されると地味に辛くないこれ。うわー、うざ。それどうしよう。いけ、フレンズ、俺の。え、はーい、それどうすんだろう。あー、お前しかいないか。次のターンでまたフレンズ2体出すから、お前しかいないよ、こんな状況を打開できるのは。何、海でしょ。まずこれか。海とクラーケンでなんか、あの、隠してさ、遊戯軍が攻撃できないようにするんですよ。あれでしょ、なんか、あの、電撃だからみんな倒すみたいな。わけわかんない。デーモン召喚のあれが飛んでくるやつ。ほら、お、出た、ヒッポカンポス。あ、それ進化するとめっちゃ強くなるやつか。そう、めっちゃ強くして7になるやつか。泳いでる、ぶち殺す。口から息出して、え、これコンセプトが整ってるね、お互いね。ね、でしょう。ほら、うわあ。ね、鳥と魚じゃなんかこっち不利感あるな。確かに、あ、ほんとだ、食らいつくすじゃん。これもフレンズ一応。うま、うま、うま、うまだ。またフレンズ出す。わあ、強いよそれ。またフレンズ出す。で、これああいうすんじゃん。え、これ強い。オルカは邪魔じゃん。で、投げる。いいね、いけ、俺たちのフレンズ。え、もう進化権ないってこと。俺もないよ。え、ちょっと待って、それやばくない。俺もないよ。いや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 、7、10、え、待って、そんなやばくない。めっちゃ焦ってる。そろそろフィッシャーマンみたいな。いや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 。なんかフィッシャーマンさ、カジキリョウタの親説なかった、なんか。
あったね。なんか親父みたいな。いや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 、めっちゃ出てくんじゃん。ネプチューンとか出さない。おお、なるほどね。いや、ネプチューン欲しいよこんな状況で。あ、いいっすか。ちょっと進化ないのきついって。俺勝つぞ。進化ないのきつい。てか毎ターンムアアルミラージュ出されるのきつい。強い。ハグして、いや殴っちゃう。勝つ。ちょっと待て、ちょっと待て。強えなこのデッキ。強えよ普通に。お前かー。悩ましい。俺も勝っちゃうよ。え、勝っちゃう？マジで言ってる？え、なんで？え、普通に勝つるよ。もう次どうすんのこれ。だってこの盤面返さないとやばいんじゃないの？いや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 。だってみんな体力4以上あるよ。いや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 。お？何？関係ねえやつ来た。いやもうね、関係ねえじゃん。こういうの入れない、戦えないから。これあれでカジキリオタがいきなりリバイバルスライム出してるようなもんだよこれ。いや本当はね、あのネプチューンでオルカめっちゃ進化させるみたいなのやりたかったの。じゃあやれよ。わかる？やってみせろそれ。じゃあそれをやってみせろ俺に。あれ、これをやったところで俺ダメじゃね？いやギリまだ残るよこれ。いや残る残る全然。これでこれをやってだな。そう、これでこれをやってだな。あーそっか、こうこうか。で残るのか。オルカ全身だ。あー俺のオルカが。オルカ全身だ。あーでもちょっとこれ地味にピンチだなこれ。あ、勝っちゃった、終わった。いけ、最強のフレンズ。おい待ってくれよ。強すぎるよそれ。勝った。え、でも俺コンセプト守ってる気がするんだけど、だいぶ。いや、俺も守った中でだいぶ戦った気がする。全然なんか、そっちのなんか、全然カジキリオタ感を生かせてなかったんだ。